ダビッド・ナクルトマンは、ユダヤ教政党派で、アメリカ系イスラエル人のライター、ディレクター、コラムニスト、進学者、演説家、親イスラエル活動家。彼は、ユダヤ教とキリスト教の関係における先駆者であり、この分野で有名な人物である。ユダヤ教とキリスト教の理解と協力のためのセンターの、エグゼクティブディレクターであり、賞賛の日の共同創設者であり、 ブレッシングベツレヘムの設立者でもある。また、コラムニストとしては、エルサレムポスト、カリスマ、ザ・タイムズ・オブ・イスラエルに寄稿している。1973年11月28日、ダビッド・ナクルトマンは、ニューヨーク市ブルックリンで生まれた。両親は、アレン・ナクルトマンとナタリー・ナクルトマンであり、兄に、ヨセフ・ナクルトマンがいる。小学校から高校まで家、エシーバーに通っており。 本人の証言によれば、イエシーバーでは、ユダヤ教長政党派において、重要な黒い帽子で着飾っていたという。ナクルトマンは、ジョン・ジェイ・ホーカ・カレッジで、司法心理学の学士を取得し、ペンシルバニア大学で、ソーシャルワークの修士を取得した。2013年、彼は、オーラル・ロバーツ大学の進学プログラムを受講し、ユダヤ教、イスラム教を中心とした。 聖書文学の修士を取得した。2000年代前半、クジキュックで働く前のナクルトマンは、ニューヨークにあるイスラエル国総領事館で最初は、政務部長として働いており、後に、ブルックリンの地元教会でのキリスト教のイベント、ナイトツーセレブレイトイスラエルに出席した後、キリスト教部長の地位に就いた。当初は、領事館で当時ナクルトマンの上司だったアロンピーンカスが、 このイベントに出席する予定だったのだが、イスラエルで緊急事態が発生したために参加できなくなり、ナクルトマンは代理で出席するように頼まれた。彼は自身のラビであるジェラルド・マイスターに電話をかけた後、彼は教会のイベントへ参加することを受け入れた。その後、ナクルトマンはピンカスと広報部長イドア・ハロニから彼の地位をキリスト部部長に変更すると知らされた。 その地位を受け入れるかためらった後、彼は再びラビマイスターに連絡を取った。マイスターは彼に神聖な義務が課されていると伝え、また彼は二つの道を進むことができると述べた。一つ目は契約進学であり、これはユダヤ教徒とイスラム教徒の両方が契約していると考えるものだった。二つ目はコダックモーメントであり、これはシャッターチャンスの意味であった。 マイスターは彼に一つ目の道を選んでほしいと伝えた。ナクルトマンは最終的にその地位を受け入れた。キリスト教部長として働く間、彼はイーグルスウィングスのロバート・スターンズと共に、デイ・オブ・プレイヤー・フォー・ザ・ピース・オブ・エルサレム、イスラエル・エクスペリエンス、ザ・クリスチャン、エルサレム・デイ・バンケット、ザ・ウォッチマン、オン・ザ・ウォールプログラムの立ち上げに関与し、その結果として、 数百万人のキリスト教徒がイスラエルとユダヤ教の人々のために祈り支援することになった。2015年4月23日、エルサレムのヘイズビ、イスラエルシナゴーグにて撮影。賛美の日のイベントでスピーチをしているナクルトマン。2016年10月26日、クジキュックの設立者シロモリスキンと共に、イタリアのローマでローマ教皇フランシスコと対面。 2008年からナクルトマンは白モリスキンの講演の元でイスラエルを旅行するキリスト教徒が正統派のラビと共にヘブライ語聖書を学びキリスト教のヘブライに関するルーツを学ぶことができる教育施設であるユダヤ教とキリスト教の理解と協力のためのセンターの最高責任者を務めているこのセンターは2008年にリスキンがエフラートで設立しリスキンは キリスト教シオニストに対する最も主要なスポークスマンとして評判になった。クジキュックと提携している団体には、イスラエルのためのキリスト教徒連合や国際、キリスト教大使館などの主要な宗教館団体がある。クジキュックの使命は、イザヤ書1時18分、あるじは言われる、さあ、我々は互いに論じよう、に基づいている。2011年、ナクルトマンは、 ソウルで開催された親イスラエル大会で韓国人キリスト教徒に対してスピーチをした。ナクルトマンはチャーチ・オブ・ゴッド・イン・クライストの会議でスピーチしイスラエル訪問の重要性について議論した初めてのユダヤ教政党派信者だった。2012年4月、ナイロビで開催されたイスラエルを支援するスーフィーの初めての国際イベントに1500人以上のアフリカ人が出席し、 彼はこのイベントで主要な講演者であった。2013年、ナクルトマンはオーラル・ロバーツ大学のオンライン大学院進学プログラムを受講した。2013年10月、スティーブン・クーリー牧師がアラブ人キリスト教徒向けの教会のために土地購入資金をユダヤ人から集めたことについて、ナクルトマンは抗議文を公開して論争の的になった。 2015年9月のザ・タイムズ・オブ・イスラエルの記事で、ナクルトマンは、イスラエルの教育省の予算削減とイスラエルのキリスト教学校への平等な資金投入について、予算削減は内政問題の副次的損害だと述べ、これらの問題により少数派を抑圧するべきではないと主張した。後に、ベイブ・ザ・ウェイ・ファンデーションとガリレー・センター for Studies in Jewish ・ホ・スタディズ・イン・ジュイッシュ。 クリスチャン・リレーションズとともに、クジキュックは、キリスト教徒の教育を救う、要イスラエル首相と教育省に働きかけるための国際キャンペーンを開始した。2015年4月、ナクルトマンは、クジキュックの創立者で、チャンセラーのシロモリスキンとともに、世界的な新構想の賞賛の日を設立した。これはイスラエル独立記念日に毎年イベントを、 開催するために立ち上げられたものであり、イベントでは世界中のキリスト教徒がリスキンによって招待され、ユダヤ人と共にイスラエルへ向けてハルエルを朗読し、神を賛美する。2016年秋、ナクルトマンはクジキュックのアソシエイトディレクターであるペイサック・ワリッキーと共にブレッシング・ベツレヘムを設立した。これはベツレヘムとその周辺の貧しく迫害を受けている。 アラブ人キリスト教徒に人道的支援を提供することを目的とした新構想であった。2006年から2013年までナクルトマンはイスラエルの主要なハイテク企業の E マーケティング部門で働いていた。ありがとうございます。